起動時に拡張機能を読み込んでいる途中で問題が起きた場合には、シフトキーを押しながらリスタートをかけます。ただし立ち上がっても日本語が読めなくなってしまいますので注意してください。使用中のアプリケーションが作動しなくなった場合には、オプションコマンドエスケープキーで強制終了させましょう。それでもダメな場合にはリスタートをかけましょう。モデムやミディ、外付けハードディスクが使用できなくなった場合には PRAM をクリアしましょう。起動時にオプションコマンド PR キーを一緒に押します。そしてもう一度起動音が鳴ったら手を離しましょう。オプションコマンド PR キーです。ハードディスクがすべて認識されなくなってしまった場合にはシステム CD-ROM から起動させることができます。 CD-ROM をセットしてコマンドオプションシフトデリートキーを押しながら起動させます。コマンドオプションシフトデリートキー、 Mac がシステムエラーを起こした場合には Mac をリスタートさせる必要があります。リスタートボタンのある機種についてはリスタートボタンを押します。リスタートボタンのない機種についてはオプションコマンドキーとパワーオンキーを押します。それでもリスタートができない場合には強制的に電源を落とします。電源を強制的に落とすのは最後の手段にしましょう。マウスの動きが悪くなってきたらボールを取り外して中を掃除しましょう。マウスに汚れがたまらないようにデスクの上やマウスパッドなどは清潔を心がけましょう。各ケーブルは緩んでいたりしないかきちんとチェックしましょう。 CD-ROM やフロッピーが取り出せなくなった場合にはドライブの下にある穴にピンを差し込んで強制的に取り出します。クリップなどでも代用ができます。ディスクの中の大事なデータを失わないようにプロテクトノッチを上げましょう。綿棒やクリーナーを使ってキーボードはこまめに掃除しましょう。隙間などにホコリなどが結構溜まっているものです。